はい、オフサイドマネジメント事業部の橋本です。先週ですね、ちょっとネットフェアとかの件とかでちょっとすみません、ちょっと飛んでしまいましてですね、2週間ぶりのちょっと運動会の方になりますけれども、今日ですね、6月の、1日ということでですね、もう年末からあっという間に繁忙期終わって、もう6月っていうね、ちょっとかなり早い感じでですね、まあ、相変わらずちょっと戸惑ってる感じではあるんですけれども、まあ、6月入りましてですね、ちょっと私も外もちょっとクルーズビズの方も使用になりましてですね、本当にまあ5月の後半ぐらいから夏日とかが何回かあったりとかして暑い感じがしてですね、まあ、これからちょっと梅雨のシーズンということでですね、またちょっと雨であったりとか、またそれの湿気に伴うカビとか結露とかですね、まあ漏水やってとかもちょっと可能性としてあるんですけども、そういった案件のところでちょっとこの6月ですね、またちょっといろいろなことが出てくるんじゃないかなと思っております。で、ちょっと今日お話しさせていただきたかったのが、まあ、ちょっとブログの方でもちょっと書いたの案件ではあるんですけれども、一応先週最初ちょっとあまり詳しくは書いてなかったのが、安否確認の件で、火曜日ちょっと急遽連絡がありまして、私定期だったんですけど、ちょっとやっぱり案件が案件だったんで、ちょっと現場行かせていただいたら、ちょっとやっぱり亡くなられたという案件がございました。で、やっぱりこの時期ですね、実はまあこういった亡くなられた案件とかで件でですね、よく特別相続とか、そういうことをされている業者さんとかと、タイアップさんがちょっと対応させたことがあるんですけれども、やっぱりその方とも話したときに、やっぱりこの夏場ですね、特にこのゴールデンウィークぐらいから、やっぱり9月ぐらいにかけて、やっぱり実は亡くなられる方が多いんですってことはちょっとおっしゃってまして、どうしてもやっぱこうした季節の変わり目というか、やっぱり気温が上がってとかっていうことになってきますと、急にですね、体調崩されたりとか、亡くなるケースがあって、なかなかですね、ちょっと今回の方は本当にタイミング的にちょっと早く見つかる、そういった、亡くなった事実というのが見つかったので、お部屋自体の痛み具合とかはなかったんですけれども、今後ですね、やっぱりそういった、なかなかコミュニティとかが少ない方とか、やっぱりそういったなかなか他の方とのつながりが薄い方とかでしたら、見つかるのが時間がかかったりとかしますと、これからのシーズン、亡くなった方の遺体というか、ちょっと時間的なものが経ってしまいますとですね、亡くなった方もちょっとお体が傷んでしまったりとかしてですね、ちょっとやっぱり匂いとかもどうしても出てくることになってしまって、で、ちょっとお部屋とかがやっぱそういった、虫とかもそうし、そういった汚れとかも出てきますので、体が傷むことによってですね、そういったことでお部屋を傷むこととかが出てきますので、そういったの内容がですね、冬場とかに比べてこの夏場っていうのはその進行も早かったりとかしますので、本当に、これからのシーズンですね、そういった事故があった時とかっていうのを、事故っていうのが起こりやすかったりとか、後のですね、対応とかっていうのがなかなか難しくなってくる時期ではあるのかなと思います。で、本当にこういったですね、最近、孤独死と言われる、実際今回の方もですね、生活保護をやられてて、で、実際ちょっと親族の方もいたんですけれども、やっぱりちょっとなかなかご連絡が取れない状態で、亡くなられたということがありましてですね、なかなかやっぱこういった、高齢の方の一人暮らしに伴うこういった、亡くなられる案件というのはちょっとこれからまた出てくる可能性とかっていうのはやっぱり今後ちょっとあるのかなっていうのはやっぱりここ最近ですね、やっぱりこういった管理業務をしてますと、やっぱり毎年毎年こういった対応をしてますとですね、日々ちょっと感じていってましてですね、やっぱりその時の状況でやっぱり次に生かせる状況まで持っていくことに対する対応の内容であったりとかですね、関係者との関係であったりとか、当時実際保険とかそういった死亡保険とかの件とかもありますので、そういった対応とかをしてましてですね、今後ちょっとそういった案件というのが引き続きちょっと増えてくるんじゃないかなというのをちょっと危惧している件もありますので、そういった部分でですね、最近保険の部分ですね、そういった亡くなった部分に対する保険の商品とかっていうのも出てきてますので、やっぱりそういった住まれてる方に応じてというわけではないですけれども、そういった内容である、保険の、あらかじめ加入されたりとか、保険の内容をですね、見直されたりとか、なかなかそれに対応する保険ではないかと思うんですけど、専用のそういった死亡保険になりますので、そういった部分での、見直しをされたりとか、あと
まあ、最近、まあ、サービスとしてですね、そういった駆けつけサービスとかっていうのも結構いろいろとですね、出てきてないとか、またまあ、インターネットとかスマホとかを利用したですね、そういった携帯のサービスもありますので、まあ、そういったものをですね、逆にサービスとして導入されたりとかっていうのをちょっと今後していってですね、まあ、そういった部分というのをできる限り防止したりだとか、まあ、今後そういったことが事故が起こった時にですね、対処できるような形でしていけたらなとは思っております。まあ、どっちにしてもちょっとこれから夏ですね、まあ、一遍梅雨が入ってからまずは夏暑くなってということでですね、まあ、実際これからまたいろいろなですね、案件等でちょっと実はもう昨年のイベント事業部忙しくなるかと思うんですけれども、引き続きですねちょっと元気ですね頑張ってやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。